FM スペシャルウェーブ、チャゲ&アスカスペシャルトーク、ここだけの話。こんばんは、北川邦子です。今夜の FM スペシャルウェーブはチャゲ&アスカスペシャルトーク、ここだけの話と題してお送りしていきます。私はチャゲ&アスカのライブは何度も見たことはありますが、実はお二人に直接お会いしてお話を伺うというのは初めてになるんですよね。私がね、お二人に持っているイメージと言いますと、素敵な大人という感じですね。パワフルな曲はもちろんなんですが、バラードはこう艶があって大人の男性の出す雰囲気があるよなぁなんて思っていたんですよね。やはりそんな二人にお会いするわけですから、私も大人の女性として対抗したいと思います。お話聞きたいことがたくさんあります。オリコン初登場1位を記録したセルフカバーアルバムスタンプのこと、長いツアーザライブのこと、実は2003年はここ北海道からライブがスタートしています。冬の北海道の衣装やライブ以外の時間どんな風に過ごしているのか、これ聞いてみたいですよね。そしてやはり来年チャゲ&アスカは25周年を迎えます。今の心境、何か企画は予定されているのでしょうか。ここポイントですよね。お二人は忙しい合間を縫ってわざわざ足を運んでくれました。さあ、どんなお話を聞かせてくれるでしょうか。お楽しみに。 FM スペシャルウェーブ、この時間はチャゲ&アスカさんと一緒にお送りしていきます。こんばんは。そうですか、どうも。そうですか、ウェーブ。はい、よろしくお願いいたします。さて、今チャゲ&アスカは、5月まで続くという長い、うん、その名もザライブというツアー真っ只中でございまして、はいはいはい、ね、1月は、釧路、帯広、旭川、函館で北海道はライブがありました。はいはい、うん、で、まあ今年最初のライブが実はここ北海道だったわけですよね。そうです2003年。もう、うちが1月からもう北海道住んでるって感じですね。そうですか。もう場所もほら、方角的に言うと1週間離れると方角が変わりますからね。そうですよね。もう十分でしょう。うん、でも今回のライブってほとんど2日に一遍か3日に一遍ぐらいはもう常に移動してる感じですよね。そうです、移動しましたね。全部バス移動。え、そうなんですか。うん、まあ、函館が飛行機だったから、あとは全部バスでしたね。大変ですね、あれね。本人は本人はですか。大変みたいですよ。あ、皆さんお二人とも大変ということですか。お前誰なんだお前。いや、いろいろこう、あっち行ったりしないとね。うん、たまにはね。うん、人を、まあ、ごとにならないと、ほら、喋れない時あるからね。そうなんですか。はい、でも、バスで移動って言うと、うん、いろいろ外の景色なんか見ながら。いや、だから、僕初めて、この、なんていうの、冬の北海道を体験しまして、はい、普通、バスっていうのは窓側に座りたがるじゃないですか。だけど、夜走ってると。運転手になりたがる。いやいや。本当ですか。窓ガラスが凍っていくんですね、あれ。そう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 。びっくりした。あ、初めて見ました。だから、みんな通路側に座ってるんですよ。寒いんですよね、ちょっと。そう。ひんやりするんですよ。それ知らなくてね。ずっと窓側にいたんで。あ、びっくりしました。で、1月の7日に釧路でライブがありましたけれども、その前日がチャゲさんのお誕生日。そうそうそう。ああ、そうだったね。おめでとうございます。ありがとうございます、本当に。どんな感じで。いや、新年会でした。あ、そういう風になってしまうんですね。大体僕の1月6日っていうのはあれ、大体仕事始めの日ですから。ああ、うん。で、スタッフと一緒に新年会も兼ねて、居酒屋の2階で、はい、トーン、チャーン、サー。大広間。あら。大広間でね、殿、約9割、5分、9割8分ぐらいが、はい、男つはむさ苦しいね。お、え、男性ばかりなんですか。ほとんどですよ、男ばかりです。本当ですか。本当に3人ぐらいしか女性いないですよ。あ、でもその3人はきっとチャゲさんの両脇にはめらせて。何言ってるんですか。全然違うんですか。勝手に飲んでましたもん、向こうで。あ、そうなんですか。初めて見る人たちばっかだった。大体50人ぐらいなんですよ、スタッフ入れて全部で。はい、はい、ツアースタッフで。それが一度に集まるってことはめったないですから、まあ、誕生日を兼ねて居酒屋の2階でどんちゃん騒ぎしたんですけどね。以前大阪でそういうことをやってて、最後にうどんが出てきたんですけど、うどんが天井に張り付いてまして、でその店、二度と来るなって言われて。当たり前じゃないですか。パイ投げみたいな。うどん投げ。うどん玉が天井に張り付いてるんですもん。パイ投げビシャンっていくんだけど、うどんの輪ひらひらずっとしてから。あれがダメね。終わった感じがしない。アスカさんもやったってことでいいんですか。夜ずっとやりましたよ。何ですか。やるんですか。うん、だから一本で済まないので、うん、無理やりこう硬くして2本を一本にしてみたり太くしてみたりとかね。さすが。でしょ。当たったら痛そうですもんね。思いっきり思いっきりやるんですね。修学旅行みたいなノリですね。うん、でも二度と出入りしよう。そうですよね。だんだんお店が少なくなってしまいます。それがもう二十何年間どんだけ店入れなくなってた。潰れたっていう店もありますからね。そのために、いや、長くやってるとやはりいろんなお店がありますね。そうですね。いろんなクレームを受けつつ。で、
お茶毛さんの誕生日が1月6日にありまして、で今度ツアー中は2月24日、今日が2月9日ですから、もう間もなく行ってもいいでしょう。今度アスカさんのお誕生日が。いや、僕の時はもう全然そんなことないですよ。そうなんですか。部屋で一人でケーキ立ててっていう。ケーキ立てちゃう。そう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 。もうふってわあ一発で消せたーとか言いながら自分で一人でやってるぐらいかな毎年。そんな寂しくはないですよね。ずっとこうね、ろうそく消そうして髪の毛に燃えて、バーッとそれが面白いビデオとかなんかに投稿したんだ。そう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 。投稿したんだけど、それ何にも引っかかりもしない。え、マジで本当に投稿したんですか？するわけないでしょ？するわけないだろ。そうですよね。びっくりした。ものすごく誤解されてない？そうですよね。この短時間の間にかなり私、アスカさんの見る目が変わってますから。ちょっと、真ん中に線引っ張ってもらって、ね、行ったり来たりするとこ楽しいんだよ。そうですよね。ね、はい、うどんはでもありですよね。うどんも、うどんも、うどん、そう、ありですよ。まあ、ね、ありしましょう。ありですよね。はい、で、私は、何かで読んだんですけれども、二人のお誕生日がある前ですとか、うん、前日ぐらいのそのライブ会場で、あんまり意識しないようにしてるというのを何かで読んだんですけど、うん。嘘です。あ、嘘なの？意識してます、やっぱり。なんだ！だって、誕生日でしょ、何かある、ある。まず意識してる。もうだって毎日寝れないもんだって。どうやって翌日こいつを落とし入れてやろうかなっていうね。ああ。そんなこと考えると歌詞間違ってばっかりね。ライブは。そう。もうお客さんからクレームの手紙がワンマンで、会場出入り禁止なの、お客さんから出入り禁止なの。そうなんですか。なんだ、じゃあもう大いに祝っていただいて結構って。大いにって俺に言いました。いやいやいや違う。大いに。あ、大いに。ね。祝っていただいて。中国語で大いには。I love you ですからね。何を大いに。大いに。大いにって言うんですよ。ね、ロシア語になると、やっとブレハチュってなりますけどね。なんでそんなこと。この辺りがこうセンターを行ったり来たりとかしなきゃいけない。いやいや真ん中に行ったり来たりとかね。感じなんですね。そうですね。はい。ね、まだまだお話伺います。はい。はい、ここで一曲聴いていただきましょう。はい。パロパロが歌います。違う。はい、今日の FM スペシャルウェーブはいろんなお言葉を知っているチャゲ&アスカさんと一緒にお送りしています。はい、はい。まあ2月ということで、ちょっと意識してしまうのが、アスカさんの誕生日はもちろんですが、バレンタインデー。バレンタインデーは。そうだね。はい、うん。そうですね。ではないかと思うんですが、うん、年々減っていきますよね。チョコレート？うん。はあ、今はトラック1台分ぐらいですか？いや、そこまでないですみだ。ですみだ。ないですみだ。よくわかんないけど。一番最初に、お二人がチョコレートをもらったっていうのは覚えてますか？いやー、でも多分ね、俺は中学生だったじゃないかな。チャゲさんは。うん。富士屋のパラソルチョコ。うわ、懐かしい。か、はい。チロルチョコ。安っ。うん。だから、ギリチョコの走りだね。あ、そうなんですか。ギリチョコって言葉はなかったから。はぁ。それでお喜びしてたから。そうなんだ、うん。でも女の子の中でギリチョコっていう意識はもうあったんですかね。本命ではないって思っちゃったんですか。そうみたい。そう、ものすごい返事が悲しくないそれ。いや、いいよ。すっぱり来るけど。だから、うん、パラソルチョコって時たま見るじゃない。見ますよね。もうキュンとしちゃうもん。ああ。あれ、いい思い出、開いていっぱいいっぱいだったらたくさんあるのにね。閉じてるから、なんでパラソルチョコレートに閉じてるわけだね。ほんとだよ。食べにくいからじゃないですか。あれ、だって開いたままだったらいっぱい食えるでしょ、こんなの。はい、なんとか。あれ、はいはい、変わんないか。そんなことないか。いや、変わるだろう、やっぱり。アスカはね、チョコレートに関してはね、ナッツが入ってないとダメなのよ。そう。ナッツかアーモンド。うん、なんで同じか。どうしようかなと思ったね、俺は。私も思いました。うん、でもね、正確な答えがなかったので、やめただけ、ね。はい、違うのかもしれないなとかちょっと思っちゃったんで黙ってたんですけど。リスナーもそうだと思うよ。ナッツが入ってないとダメなんですか、そう。へぇー。カカオ。カカオ。この辺に行くとちょっと違うな。ちょっと違いますね。カカオは違うだろう。なんか大きさも違ってきそうですよね。違ってますよね。ナッツが入ったらダメ。なんでですか？さあ。香ばしい感じがいいんじゃないの？本人。っておっしゃってました？うん、あ、そうですか。アスカさんはいつぐらいにもらったのが初めてですか？俺も覚えてないかな。俺、小学校の時お風呂がどうせもらわんでしょっつってくれたぐらいじゃないかな、一番は。じゃあお二人ともあまりバレンタインではいい思い出ないんですか？なーにも。ないっすね。そうなんですか？うん、お風呂がホワイトチョコと間違って石鹸食ったの覚えてますけどね。それ食わしたいですね。私が食わしたんですけどね。置いてたの、机の上に置いといたんですよ。バレンタインの時に。はいはいはい、まんまと引っかかりましたですね。泡吹いてましたよ。いや、かわいそう。じゃあそういう割といたずら大好きな。大好き。少年時代。いたずらっていうか。いたずらだっていうか、すごく石橋を立ててあるんですよね。え、本人がだからチョコレートか石鹸か分かんないから、まずお袋に食わせてみたっていうね。ね、
なるほどね。でもそういえばですね、中国の昔から言えばあの銀の橋を渡したようなもんですよね。銀の橋で毒をこうね。はあ。ちょっと話がずれましたが。いや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 。はい、北川さんバレンタインは？バレンタインで私ももう最初に渡したのは。最初に渡したのは幼稚園とか。小学校とかなんか。それはもうこの子好きだなっていう気持ちがあって。いやもうギリ。お前幼稚園生がギリッとかなんかちょうだいって言われて、あ、これ渡さなきゃいけないんだ。そうなんです、そうなんです。ギリ硬かったので渡さなきゃいけないんだと思って。ね、バレンタインに関しては、それ絶対この社会主義になっちゃうもんね。はい。もうやんなきゃいけないよね。いけないみたいな。ね、だから今はもうお歳暮とかお中元みたいなノリにバレンタインではありますよね。悲しくない？悲しい。今言ってて悲しかった。悲しいよね。悲しかったんですけど。もらう方もその気がした今。そうですよね。うん、あんまりアニバーサリーとか、あんまり意識されない感じですか、二人。俺はしないんだけど、彼がね、節目が好きだからね。節目好き。そう、節目とアニバーサリーはよくわからないんだけども、別に特別というよりも何か区切り抜けるときに、今日はこれだというのが好きみたいな、ね。好きですよ。竹見たらポッとしますもん。節目。そう。もう、節子って名前はキュンとしますもん。ああ、ですね。でも何でもこう記念日にするのとか大好きだったりするんですか？もう毎日は記念日。あー楽しそう、うん、ええそうですか。でもアスカさん甘いものお好きですよね。大好きです。アイスクリームが大好きだと。え、これでモナカが好きなんですよ。モナカが。モナカなんですか？だって自分でね、自分デザインしたブランドのアイスクリーム出そうかと思ってたの。デートでデートっていうのを出そうかと思った。名前まで決めて。名前まで決めたこと。出しましょうよ。出そうか、デートでデート。デートでデート。それなんでデートでデートなんですか？わかんないんだけどね、マネージャーがね、どっかインターかなんかで車止まった時に、夢見てたんでね。はい。それで、ちょうどデートでデート、デートってアイスクリームをなんか買ってるシーンかなんか見てみたんだよね。マネージャーなんか買いますって、ちょっとデートでデート買ってきてっていうのが。わかんない、ないし。わかんないよね。どうも夢の中ではアイスクリームだったんだよ、それが。へぇ、うん、いや、楽しいスタッフがいらっしゃいますよね。デートでデート。北海道アイスクリーム美味しいですからね。美味しいよね。ぜひ食べてってくださいよ。食べましたよ。食べましたか？じゃあもうお気に入りとかもあるんでしょうね。釧路の空港で食べたデートでデートが多かったですね。探しちゃう人いますね。一曲挟みましょうね。はい、聞いてください。さて、 FM スペシャルウェーブ、今日はチャゲ&アスカさんをお迎えしております。昨年の11月20日にセルフカバーアルバムスタンプがリリースされましたね。はいはい、今ザ・ライブではやはりこちらの曲も披露しつつ。してます、してます。そうですよね。で、このカバーアルバム、中を聞いた方は、この曲がこんな風にとか、うん、これはこんな風になったんだなぁなんて激しくこうびっくりされるのと、うん、こんな風になったんだなぁなんていう、こう割と振り幅が大きいアルバムなんじゃないかなと思うんですけれども。そうですね、例えばなんですかね、セイエスのイントロで、やややを歌ったりしてますからね。そういうこうイントロ組み替えのアルバムなので、さてこの曲は何でしょうっていう、もうサビから全然違うようになったりするんで、それ楽しんでいただきたいなと。ほら、苦労しましたよ。あ、どんなところが苦労しましたか？深く突っ込まないで。あ、そっか。でも、ヤンヤンヤンは Say Yes も本当に確かに、ああ、こんなに違ったっていう。びっくりしましたよ、ね。一人先のイントロからああ来るともなかったでしょ。一人先はね。知りません。知りません。ないし、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 ないし。うん。でも活動23年目にして、セルフカバーアルバム。そうそうそう。ここでセルフカバーアルバム出そうと思ったっていうのは、何か意味があったんですか？っていうか、毎日来るね、今日の占いっていうのがあるんだよ、ネットで。ネットで？はい。で、それ今日85点だった、その日が。はい。で、今かなと。ああ、ここでセルフカバー。85点。もう90点近くなると、まだね、100点が見えると良くなくなっていっちゃうから、85点ぐらいの時にしとこうかと。次に今日85点なんだけど、今日からセルフカバーあるやらないかと、持ちかけたわけですよ。はい。立ち上げもその日85点だった、珍しく。ちょっと長くなるからやめよう、これも。嘘に決まってるじゃないよ。やめようよ。でもほら、ずっとさ、新曲ばっかり目指してたから、だからこういうことがあるってのはあんまり知らなかったんですよ。バカでしょ？バカでしょ？いやいや、そんなことはないですけど。でもなんか面白かったですよ、本当に。新曲のレコーディングすることはまた違った意味で、ほら、首都曲はもうフィックスされてるわけじゃないですか。そしてアレンジを変えていって、歌い方もちょっと変えていくというのが、全くこう、新曲のレコーディングと違うんでね、こういうのもありなんだなと思ったね。でもやっぱり選曲に悩むんじゃないですか？
なんとなくこう寄り添ってくるもんかな。え、そうなんですか。うん、だから最初16曲とか17曲とかね入れようとしたんだけど、そんなもんさ入れるのはいいけど分数決めときやつね。13曲しか入んないんだから14曲に悩む必要なかったのよもう。それでずっと悩んでたんだもん。本当ですか。どうしようどうしようって最後にやっぱ入りませんだって。よかった録音しなくてね。本当です ね。あ、でも私はなんかこう個人的にはエピローグが大好きだったので あれはね、本当にそうやって言ってもらうのはだってシングルじゃないんですよ。あ、そうですよね。シングルじゃないのにあそこまで、あの市民権を得てる曲そうそう珍しいでしょ。 それをまあ初対面で会った方なんか僕に言われるわけですね。チャゲさんの曲なんで本当にですね収集エピローグすごい良かったです、大好きなんです、わかりました、伝えておきますって言うんですか。ムッとするのね。こういうことあるわけですよね。いやでも聞いててもあこういう風になったんだっていう楽しかったですね。でこれはオリコン初登場1位を記録しましてね。いやまあまあそうね、まあとりあえずね、いや1位を記録しましてね。それってここで喜ぶと、はい、そんなに珍しいの泊まれるでしょ。あ、そうか、ね、そんなことじゃなくて、でもなんか企画ものとしても、うん、普通はねシングル出してそれの先行アルバムがあってそれの先行でシングルがあってっていう、うん、なんかこうまあ今そういうルールみたいな感じのがあるじゃん。ルールっていうのはやっぱ人脈よね。ああね、あの印刷工場にどんだけ知り合いがいるかってさ一にしちゃえばいいんだもん。はあ。すっごい大変だった。大変でしたね。大変だった。やっぱで気がつかれないうちにね、はい、もう次の週の時はちょっと下ろしとかないと。なるほどね、でもあ1位になったって思った時になんか感じるものっていうのはやっぱりあったんじゃないかなと思うんですよ。あれ本当は11位だったんですよ。そうで一応左が削ったんだ。よく見たらね、あの中のオリコンだけ1位が右側に寄ってますから、うん、よく見てみよう。今週第1位今週第1位って、あもうかすかに聞こえてるみたいな。もう10が聞こえかすかにね、1位、うん、っていうそういうね。でもそういう説明やめてね、そういう表現ですからね、はい、1位っていうところね、はい、はい、1位、はい、です、はい。これはスタッフもびっくりしたっていうのを聞いてるんですけど、もうみんなすごい失礼だよね。ちょっと私もそれびっくりしましたよ。もう本当にね、なんでスタッフびっくりしちゃうかなって。もう南信介状態。もうびっくりしたな、もうって知らないでしょ。知ってますよ。知ってる。はい。でもね、やっぱりスタッフも喜んでくれたんじゃないですか。まあ共謀者ですからね。そうですよね。チーのね。チーのね。うん、やったぞっていうね。そうそうそう。なるほど。やっぱりこの後、4月に19、20日の 2days、札幌の今度はマコマのやつがありまで、ライブがありますけど、はい、これは絶対、セルフカバーアルバム、スタンプは聴いてきてほしいという。そうでもないんじゃないかな。そうですか。うん、まあ、僕のこと知ってくれてればいいかな。じゃあもう、全然大丈夫ですね。いや、でもやっぱりでも、聴いてくれてる方が悪いしんだけど、ね、まあ。どなたでも来ていただけ、うん、まあ、本当どなたでも来ていただければ。ね、はい。じゃあその、ライブについてはですね、一曲挟んで、詳しく伺います。はいはい。さて4月19日20日の 2days 札幌マコマナイアイスアリーナでライブがございます、はい、でこれが昨年の11月から始まりましたその長いツアーの大体後半戦くらいになってきますよね。そうです、アリーナツアーですね。そうですよね、うん、そうなるとやっぱり前回その1月に行った北海道でのライブと札幌での今回のライブはちょっと違ってくるのかな。アイスショーです。アイスショー、もう光だねスケート履いて光と氷の表情のプリンス、ね、いやーチャゲさんの滑ってるとこ見たいですね。いいですよ。やっぱひらひらの衣装かなんかね。あれはお客さんいなくていいでしょ簡単に満杯になっちゃう楽だよ。そうでしょう ね。もう周りは氷ですから。氷でいいな。で、もうあれでね、もう動けなく歌えなくなってたら、もうやっぱ寒くなったフリースラーゲームでしょ。固まればいいわけでしょ。楽だよね。楽ですか ね。いやでもきっとですよ。それはまあお客様がたくさん熱くなってくるので、そう寒くはならないんじゃないかなと思うんですけど。深く話していくのやめようね。マジで？マジで？北川ちゃんどっかで元に戻してよ。戻そうよ。戻してるのに。俺たちが戻さないと話進まなくなっちゃうでしょ。戻したつもりでいたんですけどね。あ、そうですか。ものすごくあ、いい具合に食いついてくるよね。いいよね。本当に。はい。ちゃんと食いついてた歯型残してるもんね、ちゃんとね。なんとかこう繋げようみたいな。ありがたい。いやいやいや。で、はい。さっきまで俺すげえ眠たかったのよ。え、まさかこの曲の前ぐらいまで眠たかったわけ。眠たくてどこまでだった、さっき。本当に。ステージで寝たこともあるのに、最近。それは言えない。いやーちょっともしかしたらあそこの会場からみたいな。いやですね、大変だったですね。言えない。はい。まあ多分4年ぶりじゃない？マコマナイチャゲアスでやるのは。私ね行ったと思うんですよね。うん、そんくらい休暇薄い。電光石火以来でしょ。いやなんか写真を持ってるんですよ。
あの楽屋裏かどこかで写した。ああ、じゃあ、うん、電光石火だ。そんなんで生きるんだお前。どこだって写真で撮るだろう。いやいや、お前本当ですか。なんで電光石火。間違いない。生きちゃう。あ、写真はそういえばコンサートで、あの今一枚しか写してないから、電光石火の時に。そうそう。あ、それはそうなんだ。あ、じゃあ4年ぶりの人。それしか写してなかったからなんの時ね。違いますよ、もう思いっきりたくさん。アスカさん。そうだっけ。はい。あ、そうだったかもしれない。たくさんあるのかちょっと。あ、そっか。映ってますけど。あれ4年ぶりか。うん、4年ぶりね。そういうのって、あの、会場によって思い入れがやっぱり違ったりするもんですか？やっぱ4年ぶりと5年ぶりと6年ぶりとやっぱ違うね。昨日の言い方がね。今日は6年ぶりと。今日は10年だぞと。10年ぶりっていうのはないでしょ、さすがに。ありましたよ。だって、朝日が違うわ。前回朝日かよ。はいはいはい。21、2年ぶりだった。前回はね。じゃあ本当にデビューして、ちょっと。そのさ、それもそう。そのさ、表情変えないで、ってだけ、その、したこと。釧路も今回こそ18年ぶりだもん。あ、そうなんですか。帯広だって去年初めて行ったの。そうそう。あら、ちょっともうちょっと来てくださいよ。来年はいっぱいまだ話ね、出てるみたいですよ。本当によかった、もうどんどん来てくださいよ。あれ、どんどん呼んでくださいよ。ね、はい、札幌の方、まああと北海道、全員だって北海道の方の、うん、ライブに来てくれる方々、ね、どういうイメージありますか？北海道の人たちって、はい、あれですね、結構騒ぎますよね。あのね、割とね、東京のお客さんと冷静なんですよ。そうなんですか、うん、あ、東京はそうですね、東京が一番、ホールツアーやって分かったの。うーん、前回、うんうん、結構東京、福岡はね、やっぱりなんか、まあ、福岡地元でしょ、まあ、そういう感じでなんか、割とクールなんですよ。他はすごいですけどね、でも北海道の方々、ああもう久しぶりって言うんで、一気に盛り上がっちゃったりするんですか？っていう、あの、友達みたいに喋りかけてくれますね、ステージ中に。本当ですか？まあ、それに答えていくというね。だから、だいたい2時間半ぐらいのコンサートで、長い時、そうです、少ない時には3曲4曲で終わっちゃうかな、コンサート。またそれ、松山千春さん。でも確かにチャギアンダースカさんのライブは、あの、お話たくさんあって嬉しいですよね。ない、今回ないよ。本当？ない、全然ない。あ、そうなんですか。全くザライブだって歌ってもダメよ。じゃあ何をやって口パクだもんだってみんな。いや、そんなこと言ったら信用しちゃいますよ。本当ですよ、二十何年間よくバレないできたもんだなと。歌ってる歌ってないって。じゃあ、上手に。はい、次行こうか。はい、わ、はい、かりました。4月19日、かすかの 2days、マコモナアイスアリーナでライブです。お問い合わせはウエスまでとなっております。はい、札幌0116149999、614-9999番です。ぜひ足を運んでください。はい、さて、そろそろお時間になってきましたけれども、今年がその、北海道で、ライブがスタートしたっていう、はいはいはい、なんかこう縁みたいなものを感じたり無理やりしたりするんですけれども、うん、なんかね、やっぱり、どんどん北海道に来てほしいな今年はっていう思いがあるんですけれども、うんうんうん、いかがでしょう。いや、今年っていうかね、今年24周年になって25周年迎えますから、そうですね、来年が25周年です。そうですよね。だから25周年に向けて今年何ができるかっていうのを今ずっと考えてまして、うんうん、まあ、その時また北海道でなんかできたらいいなとは思ってるんですが、他の地域もありますしね。じゃあ他の地、北海道は一応ね、もう候補にちゃんと、もう今、仮押さえで入ってるみたいな。いや、もう本当、いつか仮押さえがあるみたいなんですけど、さて、どこにその話は行ってしまうんだろうか。ああ、もうぜひ来ていただきたいですけどね。いや、僕らもその通りですよ。そうですよね。ね、うん、もう本当にね、うん、そうなんですよね。あの、25周年、まあ来年ね、迎えるわけですけれども、振り返ってみて、いかがなんですか？ 25 周年というのはあっという間なんですか？うん、自分ではずっと生きてきたからね、どこが区切り目ってないまんま、うん、だからあんまりこう長い時間経ったとは言う気はしない。だけど数字見るとね、あ、なるほどな、もう四半世紀に近くなるわけですから、うん、なるほどなと思う、まあ、わけですね。そうですよね、うん、チャゲさんはいかがですか？25年前はコンビニなんてなかったから、それがすごい。25年コンビニなかったっけ？なかった、なんかセブンイレブン11時で終わってたんだぞお前。ちょっとセブンイレブンあったの？あった。いや、あの頃まだなかったっけ？ないかな。でも11時で終わってた。へえ、本当にセブンイレブン、セブンイレブン、うん、チャゲさん、よくコンビニ行くみたいですね。行くも毎日行ってると言っても過言ではない。はいはい。何しに行くんですか？昔のよろず屋なんですね。昔よろず屋ってのあったんですよ。はい、何でも屋さんに。 あれちょっと昔は使わないな、よろず屋。よろず屋ってあったでしょ？いや、使わないよ。何でもあったんだけど、よろずやか。よろずやって言ってたんだけど。
おばあちゃんがいて、こうやって、なんか何でも一応あるんですよ。うん、だそういう雰囲気が、なんか楽しいですよね。へー。それ雑貨屋のことか？雑貨屋って、よろず屋って言ってた俺たちは。ほう。よろず屋ね。だから楽しいの、コンビニは。コンビニ楽しいです。うん、なかったんだ、25年。ないない、本当ないよ。コンビニって、なんか時間潰せるでしょ？私、あんまり行かないんですよね。なんだよ、おかしいよ、それ。マジで？マジマジ。なんでですかね、あんまりコンビニで待ち合わせしたりとかしない？しません。嘘。しますか？今コンビニばっかり待ち合わせするのはバレますでしょ、っていうかきっと嘘なんだようやっと慣れたみたいだね、はい、もうここに来てやっと慣れても遅いんですけどね、まだ次お会いするとき忘れててください。いやでも25周年というやっぱりその節目節目、チャゲさん大好きだって言ってましたけど、やっぱりこれはやってみたいとか大きい夢だったりとかあったり。女装とかだよなそれ大きい夢ですか、うん、でもね、なんかせっかく25周年チャゲアスで迎えるから、うん、なんかこうやっぱりライブとかやりたいですよね。うん、うん、記念の、うん、なんか記念の、あ、そうだよな、やりたい、ライブやりたい、やりたい、やりたいね、うん、うん、なんか2003年はライブの年だっていうのも何かで読みましたけども、それでこうダッと来年につながっていく感じで、そうですね、うん、うんうん、いつレコーディングしようかなって本当ですよねだ新曲もね発表しなきゃいけないし、新曲はいかがなんですか？コンビニで買おうかなと買う方じゃなくて作る方としてはどうなんだろうね。いや、どうなんだろうねって。俺はいいけど、チャゲアさんなんていうかないやいやいや、いや、じゃあ今日はチャゲさんお越しいただいてますから、はいはいはい、聞いてみましょう。俺たちはいいけど、チャゲアンダスカがなんていうかわかんないからね、やっぱりそろそろ作らないとやばいっすよね。そう、いかがでしょう。本人言ってる、言ってる言ってる、まあいいんだけどな、まだ作ろうかなっていうぐらいですかね、うん、でもやっぱライブ今楽しいしね。楽しい、楽しいっすよ。うん、何度重ねてきてもやっぱり楽しいもんですか？楽しいっすね。まあ、その場で一瞬で消えてしまうんですけど、それがまたいいですね。うん、そっか、じゃあ楽しいっていうこのライブがちょっと一区切りしないと新作はまだかなっていう。うん、でもまあそろそろやっとかないとね。俺たちはいいんだけどね。はい。チャゲアンダスカなんていうかね。そうよくわかるですね。はい。じゃあ新作の方ももちろん楽しみにしてますし、はい、あとまあ来年、チャゲアスがどんなことをしてくれるんだろうというのも非常に楽しみにしております。わかりました。はい。どんなこと。アスカさんにお伝えください。わかりました。はい、伝えてください。はい。じゃあ最後にですね、はい、一人ずつ北海道のリスナーにメッセージをいただきたいんですが、はい。はい。じゃあ、本当今、この時期は、あれでしょ？雪祭り。そうです。ね。はい。ぜひ、次回は雪祭りのステージで歌いたい。ありますからね。本当ですよ。本当に嘘ですよ。嘘ですよ。もういろんなところが来ちゃいますよ。やってんの？やってるやってる。この寒い中。もう本当にギターなんか弾けるのかしらってぐらい。弾けないと思う。冷たい感じでやってますよ。でしょ、やってるんだ。アイドルの方が来たりとか。そうすか。はい。やった、じゃあ来年はチャゲアスこれ大通り会場が大変。チャゲアスのこの雪のやつ作って。いいんじゃないですか、雪像でね。本当本当。絶対無理だと思う。25周年。無理だと思う。25周年ね。そうみんなが見てるとこで、中からそれをバーンと打ち破って出てくるのはできるけど、それできるけど、本当にかっこいいか？かっこいい。それが。雪像作ろう。雪像作ろう。やめろってやめろってやめろって。おやし頼む。まずいってやめろって。俺はね、まずい。本当に作るかい？やろうよ。俺図画工作2だよ。お前が作るんじゃなくて。そうだそう。ちゃんとスタッフが作ってくれる。プロに任せる。あ、俺たちが雪像なんのか。そう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 。いや、ならなくていいですよ。雪像があったら、その上で。谷圭さんみたいに青いやつ。え？ライブしましょうよ。ライブしますね。ねえ。それで分かんない質問はもう、消しながら来るからすごいよな。そうそう。雪像なんか作ってるとき、ラーメンのね、差し入れとかあったりするんですよ。あれ、あんまり食いついてこないですね。私、鼻高々で言ったのに。どちらの PTA の方からですか？どちらの方が PTA 来るんですか？あんまり食いつかない。誰が差し入れ来るの？どなたでしょうね。ああ、やっぱ寒いから。それ私が、昔で作ってる人、お付き合いしてる頃にそれは守ってたとか、それだけの話じゃないの？ちゃんとありますよ。自衛隊の方々は大切を作るんですけど。そうですよ。まこまない。ありますよ。ちゃんと差し入れする方が。そうですよ。はい、リスナーに、はい、メッセージを。あ、そうだ、その話だったんだ。そうだよな。それでいいのかしら。ね、もう十分でしょ。十分じゃない。なんか一言お願いしますよ。楽しみにしますから。いやいや、また本人たち連れて頑張ってきますから。ね、誰だお前。楽しみましょう。はい。ね、本当に、今日は皆さんどうだったんでしょうか。いや、これは素晴らしい番組だね。本当ですか。A の尻って感じのこれね。はい。穴尻です。穴尻ですか。はい、じゃあまたぜひ遊びにいらしてください。はい、はい、今日は FM スペシャルウェーブチャゲアンダスカさんをお迎えいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。FM スペシャルウェーブ
チャゲアンダスカスペシャルトーク、ここだけの話、いかがでしたでしょうか。いや見事に私はお兄様たちに打ちのめされたという感じでしたね。大人の男性には大人の女性でなんて言っていたのに、まあでも本当にここだけの話たくさん聞かせていただきました。で意外だったのはアスカさんがどん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 話をそらして、でチャゲさんがピシッとまとめてくれるというか止めてくれたというところでしたね。チャゲさんが止めてくれませんでしたら、私はいつまでもアスカさんの嘘に騙されていたと思います。30年生きてきて今日は本当にいいお勉強になりました。ありがとうございました。さあ来年は25周年を迎えるチャゲアンダスカ、今日は本当見事北川氏でやられたという感じですが、まあ、2人のねこういった楽しい面とライブで見せる真剣な眼差し、この2つの面があるからこそ私たちは彼らから目が離せないのかなと思いました。ぜひまたお二人に直接対決挑みたいと思います。節目となる来年あたりいいんじゃないでしょうか。本当お会いしたいですね。FM スペシャルウェーブ、チャゲアンダスカスペシャルトーク、ここだけの話、お相手は北川邦子でした。